さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。プロコーチの松崎博史です。今日はですね、腕の動きを知ればかなりミスが減らせるという、そういう、話をしていきたいと思います。まずゴルフのスイングというのはクラブを手で持ちますので、どうしてもこの腕の動きというのが入ってきます。そこでよく手を使わないんじゃないですかっていうですね、質問もあるんですけども、手を使わないスイングというのは固定することになりますので、こんなようなスイングになると思うんですね。でこれでですね、打ってるプロは一人も見たことないと思うんですね。で必ず肘も曲がりますし、手首も曲がりますので、必ず腕というのは動き方があるということになるわけですが、この時ですね、この動き方なんですが、まず特徴としてはクラブを持つ時というのはこの両手が同じ位置で持たないというのが特徴となります。必ず右利きですと右手が下に来ます。ですのでこういう状態にこうなりますので、これですと、なかなかこう力が発揮できないですね。この方が力が発揮できますね。ボールを押していく力ができるんですけども、そのためにですね、右手というのは少し曲がっていないと左右の長さが同じになりませんので、インパクトでは必ず右手首と右肘は曲がっていた方がボールに対して力が伝わりやすくなります。で中にはですね、こういう風に打ってる方もいますけど、まあ、少しやっぱり距離が出にくかったり、球が上に上がってしまって、飛ばないっていう球が出やすくなるんですが、まあそういう方は稀ですので、基本的には左手はまっすぐ、右手は曲がっていくインパクトをすることによって、方向と当たりが安定して飛距離も出てくるということになります。ですので、右手を伸ばすっていう意識は、持たない方がいいということになりますので、バックスイングでも右手は肘も手首も曲がります。で、体の方を回転したり移動しながら戻してきた時に自然に少しほどける動きが入りますので、無理に伸ばそうとしますと、地面を思いっきりダフったり、クラブがアウトから降りるっていう軌道にもなりますので、なるべく右手の方はここで曲げた状態をキープするか、もしくはさらにここで曲げていく動きを入れて、インパクトでは右手が曲がったようにですね、インパクトしていくという形で練習をしていただくと、歩行と当たり飛距離と、かなりミスが減りますので、ぜひこういった形で練習してみてください。今日もご視聴ありがとうございました。